それでは下村大臣、この教科書の検定というのは事実に基づいて行われるべきだ、当然だと思うんですけれども、ここに提示した3つの教科書、いずれも明らかに間違ってますよね。この教科書で学んだ学生がですよ、例えば大学入試で総主解明は強制と答えた場合に、これは丸ですか罰ですか、非常に大きな問題なんですよ。本来であればこういう教科書はね、回収すべきだと思うんですけどね。そうでなくてもですね、これを使っている学校校へね、正誤表を配布する、それぐらいのことをしてもいいんじゃないかと思うんですけど、期待する文科大臣、よろしくお願いします。で、この絵が欠陥かどうかということでございますが、現在日本史大辞典、また国史大辞典というところにあいおいてもですね、この強制したという記述が、表現されているということの中ですね、教科書検定においてはこれは欠陥には当たらないという現在判断がされているところでございます。